阪神ファン M12 なので集合。マジック12まで来たか。 8.0 ゲーム差で天王山。明日からの3連戦前に決まってしまったな。ベイスターズ信じてたで。在庫や東はマジで別格やな。昨日までの流れあるのに関東勝利て。広島戦3連勝したらマジック5になるんか。甲子園の DeNA 戦か巨人戦で決まりそうやな。これで M12 か。明日からの3連戦機をはらんでとりあえず1勝できればえ。明日からの直対気楽に見れるわ。仮に3立て食らってもまだ大丈夫や。明日の阪神広島何気にエース対決じゃね。結構注目集まりそうやな。村上には最優秀防御率取ってほしいけど、それよりもシーズンWHIP記録塗り替えてほしい。更新したら90年ぶりやし。まあ甲子園で2勝目指そうや。2勝したらどうやっても相手追いつけんわ。30勝2敗するらしいから注意せんとな。さすがにこのタイミングでトラテレ再加入しとくか。残り20でマジック12か。さすがにいけるなこれ。3立てしても5ゲーム差ならさすがに大丈夫やお。広島ここで1敗は結構致命的やね。最低でも直接対決全勝が必須レベル。だいぶ気が楽になったわ。さすがに決まった感あるな。ぶっちゃけ負けるとしたら大竹のとこくらいやろ。発情で抹消されてから調子良くなさそうやし。大竹村上と伊藤正がいる3連戦は1つは勝てるやろ。そしたらあれやで。ご視聴ありがとうございました。